までの距離が表示されるからよく見るんだ。予選も終わりましたので、今日のトップ3を振り返りましょう。ハミルトン、ボッタス、マックス・フェルスタッペン。今日はこの辺りでお別れです。明日のレース決勝をどうかお見逃しなく。さあ、舞台はアメリカ。広大なテキサス州で急成長する都市の一つ、オースティンにやってまいりました。町の中心部から南東に 22.5km ほど離れたところにあるこのサーキットは、点々と開催地が移り変わってきたアメリカグランプリを2012年より開催しています。戦いの舞台はテキサス州トラビス郡に位置し、20のコーナーを持つサーキットオブジアメリカズ。最高速度は時速320キロに達し、オーバーテイクのチャンスも十分。特に1コーナー手前と12コーナー手前の長いバックストレートにある2つの DRS ゾーンに注目です。解説者席にはアンソニー・デイビッドソンが来ています。まずピエール・ガスリーなんですが、信頼性の問題を解決できないままドアユニットの積み替えによって今日は後方からのスタート。上位進出への道はかなり険しそうです。見方を変えれば新しいパワーユニットがポジションアップの助けになってくれるかもしれませんよ。今日はいつもよりアグレッシブな走りでスタートの不利を挽回しようとすると思いますね。ではレース前にドライバーのグリッド順を確認しましょう。昨日の予選で最速ラップを刻んだルイス・ハミルトンがポールポジション、そしてフロントローのもう1台はバルテリ・ボッタス。残りのグリッドも見ていくことにしましょう。フェルスタッペン、サインツ、シャルル・ルクレール、ベッテル、ノリス、リカルド、アルボン、ランス・ストロール、クビアト、田中、ケビン・マグヌッセン、オコン、グロージャン、ライコネン、アントニオ・ジョビナッツィ、ピエール・ガスリー、松下、ペレス、グリッドペナルティが課せられます。ラッセル、そしてニコラス・ラティフィ。そろそろスタートの合図です。
トラックに目を向けてグランプリ開始といきましょう。こちらジェフ、聞こえるか？今日はトップ10を狙うぞ。 100% の力を出せ。ストラップは上出来だ。その調子だ。では DRS が使用できる。前のマシンとの差が1秒以内なら DRS ゾーンで使えるぞ。
すぐピットインだ。ミディアムに変えるぞ。ピットインしてくれ。前のマシンとの差は 3.9 秒。
スピードを上げろ。タイヤを温めるんだ。燃料は5ラップ分くらいだ。マス下がピットインした。前との差は 4.4 秒。マシンはミディアムコンパウンドのタイヤで走っているようだ。注意してくれ。燃料は4ラップ分くらいだ。
前にいるマシンとの差は 10.1 秒。マシンとの差は 12.0 秒。切ったぞ。集中しろ。順位を上げるんだ。
よし、レース終了だ。気をつけて戻ってきてくれ。見事な勝利でしたね。チャンピオンシップも確定です。この観客たちの大きな歓声もうなずける素晴らしいシーズンとなりました。アンソニー、何が今回の違いを生んだのでしょうか。冷静さが大きな要因だったと思いますね。他のチームが浮き足立つ状況でも落ち着いていたからこそ、マシンの性能をフルに発揮させ、完璧な戦略でトラブルを回避できたわけです。本日のグランプリでのメルセデスのパフォーマンスは素晴らしいものでした。今晩のメルセデスチームは祭り騒ぎでしょう。それにふさわしい出来でしたね。ではポイントを確認しておきましょう。ルイス・ハミルトンにとっては素晴らしい結果です。ランキングで独走状態になっています。今日は素晴らしい技量を発揮したドライバーが何人かいましたが、ドライバーオブザデーは誰でしょう。田中ですね。すごくプッシュしてました。いい走りだったと思います。見ていて楽しかったです。メルセデスがまたも圧倒的な勝利を収めてコンストラクターズチャンピオンシップを制しました。今回もチーム一丸となって挙げた勝利でした。一方アルファタウリはこの週末も絶好調。引き続き順位を上げていきます。今回のウィークエンドはこれで終了です。ご覧いただいてありがとうございました。また来週お会いしましょう。素晴らしいパフォーマンスでした。満足いく結果だったかと思います。今日の追い上げは素晴らしいものでした。どんな戦略だったのでしょう。期待以上の結果ですね。何か秘訣があったのでしょうか。この結果をチームはどう考えると思いますか。今日のレースはクリーンとは言えなかったのではないでしょうか。どうも、以上です。
新しい開発がいくつか行われるはずだったんだが、一部が品質管理で引っかかってしまった。研究開発の画面で何を再開発したいか指示してくれ。